アラマサヨは日本プロマージャン連盟に所属する競技マージャンのプロ、ジャン氏、エッセイスト、漫画原作者、北海道ところルベシベ町出身、現在日本プロマージャン連盟副会長、同団体内での段位は9段、血液型は A 型、プロマージャン界での実績から現役最強と言われている本格派である。元浦プロで、 テレビ対局などにおけるキャッチフレーズは、最後の裏プロ、北海の荒帽子、稲妻打法。趣味は、囲碁でアマチュア7段。麻雀を始めてから23歳でプロ入りを果たす。2013年現在に至るまで、それが良いことなのか、能力が乏しいのか、未だにわからないと、著書で述べている。将来の夢は、海のそばで、港があって、 美味しい魚を毎日食べられる街に住むことらしく、30代の内りの時、50歳で引退してその夢を叶えようと思ったことがあるが、突如起きたバブル景気の様々な影響や、うて、と、神の声と比喩する言葉を聞き取ったことにより、生涯現役を決めたという。スズメカゼは巧みな、泣きを要所要所で使う柔軟型。かつて、近代麻雀市場で、 ジャックナイフと形容されたこともある。しかし小島武雄には、その泣きについて、こうは腰が軽くなったと批判されたこともある。近年では面前で戦うことが多く、攻撃型に徹している。荒本人はこれを自然流と称している。などハットエビー、麻雀神の視点前書き3から5ページより、麻雀神の視点カバー、見開き著者コメントより、 ありがとうございます。